元 NMB48 の須藤凜凜花が、13日深夜に放送された日本放送、AKB48 のオールナイトに、ポン、25:00チルダ 27:00 に生出演し、濃厚キスエピソードなど大胆発言を連発した。須藤凜凜花今回、AKB48 のオールナイト日本総選挙直前、伏せがすごい緊急対談 SP チルダ、と題して放送。パーソナリティを NGT48、中井里香が担当し、SP ゲストとして須藤とお笑いコンビ、千鳥のノブが出演した。昨年6月に行われた AKB48 選抜総選挙のスピーチで結婚宣言して世間をざわつ。かせ、今年4月13日にゴールインした須藤は、付き合った時点で報告しろよ。なぜ結婚まで隠してたんだ、という番組に寄せられた質問に対し、超迷ったんですよ。片思いの時点で、好きな人できました、って言っちゃおうかなと、と打ち明けた。続けて、でも、そんなこと言ったら相手が重いじゃないですか。この恋は諦めたくないと思ってずっと片思いして、付き合うことになって、でも、パ、の人もいるしどうしようどうしようってなって、とてつもない二択を迫られた。仕事もプライベートもどっちも大事で、どっちに優劣をつけるのがひどいと思ったんですよ、とクズ。藤を明かし、そうしたらもっとひどいこと、総選挙での結婚発表、をしちゃった、と話した。だが、中は報告したつもりだったんです、と、自身の哲学書の文庫版の後書きでキスを匂わせていたと言い、伝えたかったんです、と説明。そして、全然燃えないっすよ、こそこそする恋愛なんてクソですよ、と語り、今、堂々と観覧車でするベロ中は最高ですよ。それが幸せなんですよ、と濃厚キスエピソードが飛び出し、中井とノブを驚かせた。須藤は、結婚の挨拶に行ったんですよ、彼の実家に。彼が昔行っていたデパートの屋上に無料で乗れる観覧車があるから行こうって。そこで人目を気にせず手をつなげるってこんなに幸せなのかって、とシチュエーションを説明。ノブに、ベロ中まで言わなくていい。キス、と言われると、すいません、これからはキッスで、と返した。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。